1。大輔、二連単サイドはジョイニキです。ハリ、3秒、2秒、1秒、各社一斉にスタート。ギューン。さあちょっと5番が遅れました。中段2番車チャージ、篠原がスタートコースへ。3番車長井が現在2番手発進。8番車鈴木圭一郎、なんと3番手まで上がった。6番車エルジャンクス、イヤミが現在どうやらこの3番手争い。8番後方7番車墓川一郎は森選手、内は4番車吉原京介バーシアン、追って1番車安田選手、5番車松尾博美がちょっとスタート遅れて現在最高峰の位置。3番車主導権が長井大輔の展開。長井選手が前へ2番手切り込んで、8番車カルマ産経鈴木圭一郎が現在上昇です。3番が先行、2番手8番車鈴木圭一郎の展開です。主導権を取った両雄が現在ワンツーコンビ。6番車地元子岩見選手が現在3番手、相場へ振り込んでいる8番車鈴木圭一郎が現在2番手。3と8前2車の台形、6番車岩見が現在追走中は3番手、追ってチャージ篠原スタートいったんですが、うーっと8番車のぞいてまいりました。さあ8番車鈴木圭一郎が前へ、ややはらんだ左右長6番の岩見が増差しであります。さあ2車改良会計、6番車岩見、これはいいところなんですが、こちらもスリップ加減。サイド3番車長井が取り返し、8番車鈴木圭一郎は現在2番手下がってしまっています。あと2周、はい、まだ分かりません。3番車長井大輔かろうして先行か。8番車鈴木圭一郎が現在2番手、6番車岩見は現在3番手の位置関係。38から6番追って2番車篠原が飛び込んでまいりますが、現在4番手、あと1周回しかありません。主導権が3番車長井か、あるいは8番車鈴木圭一郎の両雄が絶対ヒート状況。3番車長井大輔、8番車鈴木圭一郎は現在2番手、主導権変わらずか。3番車長井大輔このまま押し切りそうな気合い。8番車鈴木圭一郎現在2番手、3番押し切りか8番かいずれか。インです。2連単3番8番380円、2連複3と8120円、3連